予定のお時間となりましたので、ただいまから次世代モビリティシンポジウム、自動運転から見る暮らしと移動の未来を開会させていただきます。本日はウェブ会議ツールを用いたオンラインによるシンポジウムの開催となっております。また、本シンポジウムの内容につきましては、YouTube によるライブ配信をさせていただいております。何分初めての取り組みなので、進行において至らぬ点もあると思いますが、ご容赦いただきたいと存じます。ではですね、事前にお申し込みいただきました、たくさんの皆様方には大変お忙しい中、ご視聴いただき誠にありがとうございます。では、開会にあたりまして、三田市長、森哲夫からご挨拶を申し上げます。おはようございます。三田市長の森でございます。今日はですね、こういうオンラインという形ですけど、多くの方にご参加いただいてですね、三田市次世代モビリティシンポジウム、このように開催されること、本当に嬉しく思っております。また、この後、吉田先生のですね、基調講演、そして、関係者の方々によりますですね、パネルディスカッションと、本当に盛りだくさんの企画が用意されてますので、どうかですね、皆さんとですね、貴重な経験をですね、共有できればというふうに思っております。三田市も今年はですね、コロナということで大変な思いを多くの市民の方がされてきました。しかし、その中で、この夏ですね、三田市で初めて、全国でも2番目ですかね、中型のバスの自動運転の実証実験をさせていただきました。経産省、国交省、そして新規バスさんとですね、本当に多くの方々のご支援でさせていただいたことを、この場を借りてですね、改めてお礼申し上げたいと思います。多くの方々がコロナの中でですね、希望の日を見たんじゃないかというふうに思います。デジタルが進めば、そしてアフターコロナになればですね、きっと三田の未来はこういう形になるんじゃないかと皆さん思い描いたんじゃないかと思います。そういう意味では多くの方々に本当にひと夏の思い出を作っていただいたことじゃないかというふうに思っています。しかし、一方ですね、課題もたくさんあります。どうかその課題をしっかりとですね、多くの方々と共有しながら、一歩一歩解決をしてですね、三田市が先進的なモビリティの街になることを、私、そして市民がですね、期待しているところであります。今日のですね、シンポジウム、どうか多くの方々にですね、モビリティというものが次世代でどれだけですね、活躍できるのか、そしてそのためには、市民一人一人、多くの方々がですね、どのように課題を解決していかなければならないか、そういう道筋をですね、一緒になって考えていただければいいかというふうに思っております。最後になりましたけど、今日のですね、このシンポジウム、フェイストゥーフェイスでできないのは少し残念なんですが、オンラインでですね、どうかですね、貴重な時間を楽しんでいただければと思います。このシンポジウムが新しいですね、スマートシティの出発点になることを期待していますので、関係者の皆さん、本当にありがとうございました。どうかお楽しみください。森市長、ありがとうございました。本日はこの後、中型自動運転バス実証実験結果報告、基調講演、そしてパネルディスカッションを予定しております。終了時刻は12時ごろを予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、早速ではございますが、次第の2番目、中型自動運転バス実証実験結果報告に移らせていただきます。新規バス株式会社次世代モビリティ推進室課長、中野様、どうぞよろしくお願いいたします。新規バス株式会社次世代モビリティ推進室の中野です。この夏、三田市内で実施をさせていただきました中型自動運転バス実証実験の振り返りを、申し上げたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。資料の2枚目に移らせていただきますけれども、今回の実証実験の目的といたしましては、三田市内の
ニュータウン、今後確実に、まあ、住民の皆様が高齢化をしてまいります。そうした中でも、こう、皆様に安心し、まあ、快適に暮らし続けていただける、その上での最適な交通体系を、こう、安全かつ低コストで運行ができる中型自動車バスを大きな幹として、再構築をしてまいりたいと考えております。まあ、そうした取り組みを通じて、住民の皆様の生活の向上などにつなげていきたい。その上での、そういったことを実現していく上での課題を、この実証実験を通して、してまいりたいという目的で取り組みをさせていただきました。次のページに、今回の実証実験の実績を記載させていただいております。今回の実証実験は、神戸電鉄ウッディタウン中央駅を起終点とする1周6キロのルートを設定して実証いたしました。運行期間は7月20日から8月23日の間、10時から16時の間に1時間ごとに6便運行いたしました。試乗者の皆様の数は1476名、うち107名は手動運転時のご試乗とでございました。ルート上には途中15箇所の停留所がございます。すべての停留所に停車をしながら実証実験を回せていただきました。次のページに今回の実証実験の検証のポイントということで4点記載をさせていただいております。まず1つ目が地域そしてお客様における自動運転バスの需要性を調べること。2つ目がお客様のニーズに対応した路線のあり方、住民の皆様が進めてまいりますとこれまでの通勤通学を主体とした路線からより日常の生活に密着した移動へとそのニーズが変わることが想定されますので、どういった路線のあり方が求められているのか検証したいと考えておりました。3点目が自動運転バスの運営面安全面の確認でございます。そして最後4点目が将来的な自動運転バスの無人化をした際の運賃収受における課題の確認でございます。次のスライド以降に実際にご試乗いただいた皆様のアンケートの結果を記載させていただいておりますので、ご説明申し上げたいと思います。最初のスライドですが、通常の手動運転の路線バスと比較した乗り心地を記載しております。発進時、あるいはハンドルさばきにおきましては、8割以上の試乗者の皆様が、通常の路線バスと、まあ、同じくらい、もしくは良いという評価をいただいております。こちらにつきましては、一定の評価をいただいたものと感じております。一方、原則から停止につきましては、5割以上のお客様が、やや悪い、非常に悪いというご回答をされておりましたので、特にバス停進入の方法等をですね、今後、的確に改善をしていけば、必ず評価をいただけるものではないかというふうに感じております。次のスライドに、乗り心地と自動運転バスに対する印象を記載させていただいております。乗り心地が非常に良い、やや良いとご回答いただいたお客様の約 98% が、自動運転バスは安心、もしくは少し安心というふうに感じておられました。一方で、乗り心地がやや悪い、非常に悪いとご回答いただいたお客様につきましては、自動運転バスに少し不安がある、もしくは不安があるというご回答がなり、多くございましたので、乗り心地をいかに改善できるか、そのあたりが、この自動運転バスの重要性というところに少しリンクをしてくるのではないかと考えているところです。続きまして、自動運転バス、そして無人のバスに対する印象でございます。自動運転バスの乗車前の印象としましては、約4割のお客様が不安を感じていらっしゃいましたが、乗車後の印象は、それが2割に減少しております。つまり、今まで見たことも乗ったこともなっています。当然のことながら、乗る前は不安を多くの方が感じていらっしゃいますけれども、実際にお乗りいただくことで、そうした不安は相当程度取り除かれることが明らかとなりました。そしてまた、無人運転の印象についてもお尋ねをしましたけれども、
こちらにつきましては、過半数のお客様が少し不安、あるいは不安だということでご回答されておりますので、こうした結果も踏まえて、今後の導入の検討につなげてまいりたいと考えております。続きまして、今回の実証実験のお住まいの皆様、約1万8000名様ほどいらっしゃいますが、その中から三田市様のご協力もいただきまして、1000名の方を無作為に抽出をいたしまして、郵送でアンケートを行いました。結果、400名以上の方からご回答いただきましたので、その結果をご説明申し上げたいと思います。まず最初のスライドですが、街中で自動運転バスを見かけた際の印象をお尋ねしました。市民の方が歩行中、あるいは自転車に乗っている時につきましては、比較的多くの方がですね、過半数の方が安心、もしくはやや安心というふうにご回答されております。一方で、自動車を運転している時に、この自動運転バスを見かけた方についてはあ、安心と不安がほぼ半々という結果でございました。こうしたことから、特に一般の乗用車などの皆様に、この自動運転バスが次にどういった動きをするのか、まあ、あるいは周囲をどのように自動運転バスが認識しているのかなどの情報について、より、まあ、細かく丁寧に伝えていく必要があるのではないかと感じているところでございます。続きまして、今回の実証実験ルートを有料で利用するかのお尋ねをしたところ、6割以上の方が理由を利用しないとご回答されました。その理由としまして、次ページの記載の通りでございますけれども、運行ルート上に行きたいところがないという答えが8割近くを占めました。今回の実験ルートはあくまでも実験のルートで設定をさせていただきましたけれども、将来的に自動運転バスを導入するにあたりましては、運行ルート、そして停留所の設置場所等につきまして、まあ、丁寧に検討を進めていく必要があると認識をいたしました。次のスライドでございますけれども、無人の自動運転バス導入についての意識をお尋ねいたしました。ぜひ導入してほしいという方が3割以上、32% の方いらっしゃいましたが、一方で運転者が乗車する自動運転バスを導入してほしい、つまり無人ではなく、まあ、車内に係員がいるバスを導入してほしいとご回答された方が 54% という結果となりました。こうした結果から、自動運転バスの導入にあたりましては、いきなり無人でということではなくて、初期の段階ではやはり係員の配置が求められているのではないかというふうに感じております。次のスライドでは、無人の自動運転バス導入に対しての不安をお尋ねしました。車内での異常時発生の際の対応、交通事故発生時の対応、車椅子やベビーカー利用時の対応、こうした多くの不安がお客様感じていらっしゃいますので、この不安を取り除くためにも、特に初期の段階では、何に係員を配置することが望ましいのではないかというふうに感じているところです。次のスライドでは、無人の自動運転バス導入に対して期待をすることをお尋ねしました。運賃の低下、バスの運行の増加、運転手不足解消によるバスの確保、まあ、こうしたお客様の目に見える、あるいは自動運転バス導入の効果を実感いただける形での導入が強く求められていることが明らかとなりました。単に現在の手動運転バスを自動化しただけでは、必ずしもお客様、沿線住民の皆様の期待にお応えできるわけではないということが改めて示されまして、今後の導入に際してしっかり反映させていきたいと思っております。続きまして、無人の自動運転バスが市内のどこに運行すれば利用したいかをお尋ねしましたところ、JR 新三田駅、あるいは三田市民病院、こういったところが多くございましたので、導入にあたりましては、先ほども申し上げました通り、地域の皆様のニーズや課題などを丁寧に把握させていただいた上で、検討を進めてまいりたいと思っております。次のスライドでは、将来的な自動運転バスを複数台導入した際に、お客様の安全安心をシステムも活用しながら確保するために、
今回遠隔地の運行管理にも取り組みをさせていただきました。具体的には4点ございまして、バス車内の映像監視、バス車内の異音の検知、そして車内係員の健康状態の把握、そしてバスが現在どこを走行しているのかの把握、そして車内係員との緊急は、こういったものを取り組みを進めさせていただきました。次のスライドがその実際の遠隔監視室の様子です。一人の係員がパソコン4台を使って、1台のバスの遠隔監視を取り組みとしてさせていただきました。次のページですけれども、この遠隔の運行管理につきましては、かなり貴重な結果や気づきなど多くございましたので、今後の自動運転バス導入に向けた具体的な検討に当たりまして、得られた結果を、うまく活用していきたいと思っています。実証実験の実施にあたりましては、経済産業省、国土交通省、そして三田市の皆様、また沿線にお住まいの皆様ですとか、ご指導いただいた皆様、多くの皆様のご理解とご協力があって、進めることができたと思っております。この場をお借りして、改めて申し上げたいと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、新規バス中野課長様、ありがとうございました。続きまして、次第の3番目、基調講演へ移らせていただきます。本日は、次世代モビリティが都市や地域にもたらすもの、自動運転、MaaSの可能性と課題と題しまして、国立大学法人、福島大学経済経営学類、吉田樹准教授様からご講演をいただきます。吉田先生におかれましては、地域交通区政策や地域観光政策などをご専門に、国土交通省交通政策審議会地域公共交通部会の臨時委員、また、国土交通省東北運輸局地域公共交通東北仕事人のメンバーを務めるなど、国内各地で地域公共交通施策のサポートを行うなど、現場での実践に基づく理論構築に努めておられます。また近年におかれましては、MaaS関連データ検討会におけるガイドラインの策定にも関わられるなど、次世代モビリティの分野においても幅広くご活躍をされております。では吉田先生、どうぞよろしくお願いいたします。皆様よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました福島大学の吉田でございます。よろしくお願いいたします。本来であれば現地にお伺いして、たくさん、バスを乗り回したいなというところの夢を抱いてたんですけれども、残念ながらそれが叶いませんでした。必ずまた三田の方に伺いたいというふうに思っておりますけれども、今日はですね、今中野さんからもお話をいただきましたけれども、自動運転、それから MaaS という言葉、概念も出てまいります。こうした新たな世代のモビリティというものが都市や地域というものにどういうインパクトを与えていくんだろうか、あるいはそれを考えていく上でどういう課題というものがあるんだろうかというところをお話しできればというふうに思ってございます。さて、自動運転という言葉があります。私もいろいろとですね、学生を含めて自動運転の車って一体どういう車なんだろうというようなことをですね、話すって聞くと、そういう機会があるわけですけれども、いろんな方がいらっしゃいます。バスが自動運転をしている、それこそ三田で行われたような実証実験のようなものをイメージする方もいれば、中にはですね、というかそういう方が多いのかもしれませんが、皆様が普段お使いになっているような、一人一台動くようなマイカーですね。マイカーをもうハンドルも握らずに、もうボタン一つでピッと、目的地に行ってくれるんじゃないかと。そういったようなものを想像する方もいらっしゃいます。ただそうしたですね、今の車と同様のパフォーマンスというものが達成できるまでは、まだまだ遠い将来ではないかというふうに思っているわけです。こうした中、先だって国土交通省も、従来からの自動運転のレベル、レベル1からレベル5、
レベル0というのもありますけれども、こういう5段階、6段階、この自動運転のレベルというものを、ちょっと日本語の言い方、言い回しというものを新たに工夫をしようということが出てまいりました。例えば、レベル1、レベル2という形で、運転者が運転を引き続き担いながら、でも、一部のアクセルやブレーキ操作というものをですね、サポートしてくれると。自動という状態のことを運転支援者と言いましょうと。他方で、先ほどお話しした、ボタンを押せば目的地まで連れてってくれるというようなものというのは、完全自動運転者というような形で区分されると。ですから今この運転支援者という段階からだん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 レベルを上げていくという、そういう技術開発というものが日本だけではなくて国際競争の中でも進められているということになります。じゃあ、そうしたものがですね、私たちの暮らしの中に、あるいは例えば公共交通事業という中のところでですね、どういうふうな形で活かされてくるんだろうかというところがあるわけです。で、少し私なりに概念図を整理してみました。おそらくだんだんとですね、条件付き限定領域の自動運転車。これも今回、限定付きではありますけれども、サンデーで行ったチル型自動運転っていうところも、まさにこの紫の領域に入り始めているわけです。他方で完全自動運転っていう緑の領域に入るまでは時間かかると言っても確実に技術は成長していくだろうというふうに思っています。一方で、一人一台が使うような個人仕様のモビリティというところは、むしろそれよりも公共交通をはじめとしたようなモビリティサービスとして自動運転というものが運用、あるいは実装されてくるだろうというふうに私自身は考えています。で、特に、例えば限定空間であるとか、それから専用空間であるとか、あるいは遅い速度で運用するですとか、あるいは人を運ぶというよりかは、どちらかというとサービスカーとして運行するような場合と。物を運ぶとかですね。それから、そこでですね、ちょっとカフェを運用しましょうというような楽しい車の使い方ですね。こうしたようなあり方っていうことになってくると、もう少し、高い技術水準というところまで上げることができるだろうと。ただ、悩ましいのはですね、社会的経済的な需要のハードルというところがあるわけです。例えば交通事業者としてそれをどう考えていくのかというときに先ほど中野さんのご発表の最後の方にあった、例えば運賃収受という面でどういう課題があるのかですとか、いろんなことをお話しいただきました。他方で、有料で利用しないという方が6割を占めていたというご報告もありましたし、一方で、いや、自動運転になると運賃が下がるんじゃないのかという期待をされている方もいらっしゃる。どうしてもですね、社会的、経済的に受け入れられる可能性がどこまであるのかっていうところ、この需要のハードルというものが存在をするということになると思います。ですから技術と、それから需要のハードル、この二つというものを解いていかないといけない。ただ、やはり将来的に目指したいのは、やはり都市や地域の価値向上というところにうまくつなげていきたいというところがあるわけです。例えばサンダの場合ですと、やはりニュータウンができていく中で、ものすごい大きな人口の成長を遂げて、しかし他方ここ5年、10年という間は、おそらく成熟社会というところになってくるだろうと。そうすると、例えば、そういうニュータウンのようなところの価値向上というものを、これからどうしていけばいいのかというところは求められている課題だというふうに思いますし、一方で、日本だけではなく国際的な課題にもなっている低炭素、そういう社会の実現、あるいは社会包摂、誰も取り残さない、移動に困っている人をできるだけ減らす、そういったような実現というところも問われると。こういうものに近づけていくために、技術も高度化していかなきゃいけないし、社会的経済的な需要のハードルっていうところをどうやって乗り越えていくのかということを考えていかなければいけない。そういう段階にあるというふうに思っています。さあ、そうした中で、自動運転、あるいはマース、こういう次世代モビリティが高度化した社会ってどうなるんだろうというのを、実は去年のですね、台風が上陸する前でありますけれども、横浜国大の中村文彦先生をはじめとしたチームでですね、ちょっと、考えるワークショップというものを半日行ったという経験があります。
その中でもたくさんの要素が出てきました。で、非常にですね、ポイントになってくるのは、例えば歩行者優先の共存公共空間とか、道路の余った空間を使ったアメニティというふうに書いてあります。つまり、自動運転が高度化していく社会の中で、例えば、道路の車線に要する空間というところを狭めることができるかもしれない。あるいは駐車場というものももう少し高度化できるかもしれない。そうした中で、遅い交通、あるいは歩行者、そういうものは優先となったような空間というものが作られるかもしれません。しかし、その中で、それが分散した街になるんではなくて、やはり、楽しい交通結節点、駅周辺の機能集中とありますけれども、集まって楽しい。まあ、しかし今年新型コロナで密というところが、キーワードになってしまったわけですけども、やはり楽しいお出かけをできるような目的地っていうものは必要だよね。やっぱりこれはコロナ禍でも忘れたくない概念ですよね。そうしたようなものと、それから道路空間の使い方、これを車の両輪でしっかり考えていくという社会になるだろうというふうに思っております。その中で私自身ですね、海外に行った中で印象深いのは、このドイツのフライブルクにあるですね、郊外の団地です。もともとこれ、駐車場だった用地らしいんですよ。まあ、近くにですね、その LRT をですね、ちょっとねじ曲げまして、この団地からアクセスをしやすいようにしたと。まあ、そうすることによって、公共交通の利便性、つまり、車以外のですね、選択肢というものがしっかりとある街中です、まあ、団地ですよというふうに、新しくブランディングをしたわけです。まあ、その結果、駐車場を減らすことができたので、じゃあその減らした空間どうしますかっていうところでできたのが、この写真に写ってるピザ窯です。なんか月に2回ぐらいだという話なんですけれども、地域の皆さんで集まってここでピザを焼くのが、この街の皆さん楽しみなんだそうです。ですから、モビリティを変えることによって、選択肢を新しく作っていくことによって、実はこういう空間を生み出すことができる。そういったようなことを、実はドイツなんかでは考えてきた。一方で、有名で話でもありますけれども、フランスのストラスブールだってもそうですよね。これはやはり車で容易にアクセスすることができた街中というところが、まあ、公共交通というところにですね、空間が移り変わってきたと。その時にですね、人々が歩くスペースというものも確保したり、あるいは公共交通ですから、駅や停留所に人が佇むわけです。どうしてもですね、車でたくさんの来訪客があるかもしれません。左のシーンでも。でも人はなかなか歩かないんですね。その人がなかなか歩かない街っていうのは、賑わってるとも言えませんし、楽しいともなかなか思ってもらえない。でもやはり右側の方がなんとなく楽しそうですよね。やはりそういう楽しい空間を作るという時にもですね、実は公共交通というものは大事になってくる。で、私自身ですね、いつも考えてるのは、先ほどピッとボタンを押せばマイカーが目的地まで行ってくれる。例えばそういう超高度な自動運転の社会に仮になった時に、じゃあ、こういう都市ってどうなるんだろうかということを考えてるわけです。その時にですね、例えば住むところもバラバラ、目的となる場所もバラバラ、そういう社会というものが果たして楽しい都市なんだろうか、楽しい地域なんだろうかって考えると、どうも違うかもしれない。そうすると、やはり路線型の公共交通というものと、それから個別タイプの面的な公共交通、あるいは面的なモビリティサービスですね。公共交通の概念っていうのもどんどん広がっています。この2つをですね、どう調和させていくのかっていうところが新たに求められる考え方なんではないかというふうに思っているところです。さて、次世代モビリティというものを、じゃあ地域や社会に実装していくために、先ほどお話ししたように、長いスパンで考えれば、まあ、都市空間の変容を図っていくということになります。今もご紹介したように、道路空間の配分が変わる。遅い交通や歩行者が優先されるということもありますし、でもその中で交通結節点、あるいは郊外の居住地区に楽しい密ですよ。これ甘い密です。密度の密ではありません。それをやっぱり作っていくという眼差しは必要。ここを目指していきたいわけです。でもここに行き着く
くためには、まずはショーケースが必要かもしれません。ある意味今回のですね、中型バスの実証実験というのも、一つのショーケースの第一歩なのかもしれませんけれども、例えば限定空間で次世代モビリティというものをもう少し高度に実装していったり、あるいはその中で郊外団地の再生を図っていくというところで、ある限定された空間ではあるかもしれないけれども、モデルとなるような地区の作り込みをしていくということが必要です。一方で私自身もいくつか自動運転の実験にも関わったり、アドバイスさせていただくシーンというのもありますけれども、技術面での課題、もう少し高度化させていかなきゃいけないというところもあります。まあ、技術を鍛えるという側面ですね。こういったようなものっていうのも、やはり必要になってくる。で、あえてここに技術と運用の両面でというふうに書きましたけれども、やはり技術があっても、例えばそれをですね、新規バスさんのような公共交通事業者の皆さんが使っていくということになったときに、じゃあ、その事業者の皆さんが運用していく中で、本当にそれがうまく使えるんだろうか。あれ運用する面で見たら、実は技術と乖離してしまって、うまく使えない部分もあるかもしれません。そういったような馴染みというものを確認するということもその前段では必要です。でもおそらく、どこのフェーズにおいても共通するのは、やっぱり新たな技術が、新たな手法ができれば、必ずそこでうまく使えないというシーンが出てきます。取り残される人も出てきます。ですから、暮らしの足を支えなきゃいけないという問題がなくなるってことは多分ないんじゃないかというふうに思ってます。だからやっぱりそういうことを考える場、そういうことを考える眼差しっていうことは絶対必要です。勘違いしていただきたくないことというのはですね、例えば将来自動運転が入る。だからそこの技術と積み上げていけば、今の移動の問題って考えなくてもいいんじゃないか。で、そこの思考停止に陥るっていうのが一番怖いんですよ。サンドの場合ではそうではないというふうに確信をしておりますけれども、やはり足元を強くするっていう取り組みは絶対今でも必要なんです。これからも必要なんです。ただ次世代モビリティを考えていく上でもう一つ大事になってくるのはデータ基盤です。やはりバーチャルではあるかもしれませんけれども、やはりデータで結びつけるインターモーダルっていうことがこれから必要になってきますから、そこの眼差しっていうことは必要になってくるということになります。モビリティだけでは都市は楽しくならない。まあ、こういうスライドも用意しました。実際ですね、都市を楽しくする。都市空間をとモビリティをうまく調和させるといったときに、どうしてもですね、モビリティだけで考えてしまいがちなんです。これは次回も込めて話をしたいというふうに思ってますけれども、多くの交通っていうものは目的があって発生するという派生事業なんです。そうすると、魅力的な場所やコンテンツというものがないと、なかなか人は動いてこないというところがあります。一方で、今、私たちがトライアルをしようとしている自動運転マース、次世代モビリティっていうものは、交通政策の目的ではないんですね。その良い都市を作っていくため、良い地域を作っていくための新たな手法の一つなんです。ですから、ゴールはやはり、皆さんの暮らしを豊かにする。それから交流を促進する。やっぱりそういう場面に出てくるというふうに思っています。これ、今、防止と書いてあります。これ、北関東のある自治体の駅前の再開発の様子です。商業床として開発されたんですけれども、それがうまく埋まらなくなってしまって、市役所が入ったという、まあ、よくありがちな話なわけなんですが、実はこの街はですね、ドア2ドアのオンデマンド交通を全市内に張り巡らして、いわゆる公共交通の不便な地域がないということで有名になった都市なんですね。ところが今まで街中に住んでた人は、街中の商業施設に歩いていくことができた。自転車で行くこともできた。でも実はそういう目的というものがなくなってしまった。どうしてか。結局は郊外の安い量販店っていうところまで自由に往来できるようになったわけです。今までは歩いたり自転車で行けた人が、モビリティを使わないと行けなくなった。アクセスできなくなった。これが果たして幸せなのかどうなのかって考えると、どうも議論の余地がありそうです。
だから、モビリティの問題をモビリティだけで見ないという眼差しも必要になってくるというふうに思っています。さて次、MaaS という話を少しさせていただきたいと思っています。まあ、車もですね、産業構造大きく変化をしつつあります。情報技術と高度に結びついて、水平分業の産業構造に変わりつつあります。ですから、部品の製造から組み立て販売までをずっと縦で並べてるという産業構造から、いろんなアクターと結びついてくると。もうすでに車メーカーもそういうシフトというものをすでに始めてるわけです。まあ、そうした文脈でも注目をされるようになったものが MaaS。まあ、日本語で言うと統合的移動サービスというふうに言うと思ってますけれども、まあ、モビリティツールのメニューを増やす。そして情報技術を活用して束ねる。それで車の保有に代わる選択肢を用意して、低炭素、あるいは移動困難の解消、街の価値向上、これを目指していきましょうということになるわけです。まあ、街をアトラクティブに、安心して生活できるサンダー。はい。まあ、この頭文字かなと思ってますけれども、はい。これをモビリティの視点から目指す取り組み。これがマースだというふうに私は思っています。そして、メニューを増やすマルチモーダルの取り組みというところに自動運転というところも入っています。あるいは超小型モビリティとか、遅い電動バス、グリーンスローモビリティですね。こういうものも入っていたり、あるいは従来の手段、公共交通ではあるんだけれども、根付けを変えることによって選択肢を豊かにするというサブスクリプションや定額制のサービスということも、マルチモーダルな発想、メニューを増やすという発想になります。そしてもう一つが、インターモーダルな発想、束ねる、つなげるという発想になります。これのところでですね、先ほどお話ししたようなデータの基盤、ちゃんと検索ができますか？結びつけられますか？というところが問われてくるというふうに思います。まあ、情報技術の高度化で、私たちができる選択肢というものは、増えています。でも移動のすべての需給のギャップというものを IT で解決できるかというと、なかなかそううまくいかないところというのもあります。ちょっとこの事例については後ほどまたお話しできればというふうに思っています。あとどうしても行政の皆さんともいろいろと、あるいは交通事業者の皆さんともいろいろ対応していますと、なかなかこの横文字とデータというところに弱いんですね。私自身もですね、いろんな、こんなデータの勉強なんかするんだっていうふうな形です。私自身も今年1年間たくさん学ばせていただきましたけれども、まさにできることが増えているということは、学ばなきゃいけないことも増えているということにもなりますので、こういう勉強もしていかなきゃいけない。でも忘れてはいけないのは、先ほど来言っておきますけれども、MaaS でもそうです。自動運転でもそうです。こうした新たな次世代モビリティという道具で、何を解決するのか、何を目指すのかっていうところをちゃんと決めて皆さんと共有していかなければいけない。ここの部分が非常に問われるというふうに思っています。まあ、そうした中で、例えばですよ。日本で MaaS というものが注目されるようなきっかけになったのは、フィンランドはヘルシンキの MaaS アプリ WIM。まあ、日本でも、まあ、限定的にまあ、例えば千葉県の柏などで使えるというところが事例として出始めていますけれども、ちょっと日本の価格戦略とヘルシンキの価格戦略って同じ WIM でも全然違います。ただ WIM で非常に面白いのは、注目された乗り放題型のサブスクリプション。これ値段って結構しょっちゅう変わるんですね。時々 WIM のホームページを見てると非常に面白いんですけど、去年の今頃はですね、乗り放題サービスが500ユーロ弱。これ499というのは微妙にいいですね。それでお得感を出してるんでしょうか。それがですね、今年の12月から699ユーロからと書いてあります。つまり価格が上がってるんです。ですから試行錯誤なんです。しかもからと書いてあるんです。で、このからって一体何かっていうと、タクシーの利用制限をつけたんですね。乗り放題って言いながらも。実はこれがポイントになります。私もですね、ヘルシンキに行って、WIM、さすがにサブスクリプションは使えませんでしたから、都度払いということで、購入をしたわけですけれども、まあ、検索ができて、で、乗車券をその場で買うことができて、
決済もできる。これはタクシーでも決済をすることができるわけですね。で、実はタクシー少し安いんです、価格が。ですので、実は WIM のユーザーの皆さんっていうのは結構タクシーをお使いになるということであったということも報告書の中では伝わっているわけであります。つまりこういうモビリティの価格戦略、試行錯誤でもあってもいいんです。実は先ほど、自動運転で運賃の低下への期待というところがありました。多分自動運転単体だとなかなか支払い資額が低いかもしれないけれども、こういう他のモビリティとうまくつなぎ合わせていくことによって、別な文脈でのプライシングというものができるようになりますから、この辺の価格付け、値付け、このあたりの研究や実践というものがこれからどんどん積まれてくる。そういうことも期待したいというふうに思っています。一方で、MaaSの取り組みの中でもう一つ注目をされているのが、オンデマンドな交通ということになります。まあ、従来ですと、路線定期運行、定時低路線型の路線バスを、まあ、ダウンサイジングするという文脈で考えられてきていましたけれども、必ずしもそういった運用だけではありません。乗用タクシーのような個別輸送のものを相乗りさせるという考え方もあってもいいでしょうし、あるいは路線バスを高度化させるという考え方もあってもいいかもしれません。例えば、相乗り型という丸2の文脈で実証をやったのが静岡市なんですね。これ静岡市の郊外ではないんですよ。ある程度、鉄道もバスも選択肢のある街中なんです。で、ここの限定空間で相乗りタクシーを行ったという話になるわけです。まあ実質的な定額タクシーということにもなるわけですけれども、むしろそれでバス路線が行き届いていないところでも、これは選択肢となって生まれるということで、むしろ、例えば行きはバスや静岡鉄道を使う。帰りはこちらを使う。というような新たな選択肢が生まれることで、かえって在来の交通手段を使ってもらえる、選ばれやすくしているというような効果も上がっていますし、他方で今、我々福島のチームで、実証をやっているのは、これダイナミックルーティングバスというものなんです。これ、右下に地図がありますね。青いルートがあるじゃないですか。これが本来の定時低路線の運行ルートなんです。で、その脇にですね、ピンク色で網掛けをして面を作っていますけれども、まあこれがですね、まあ仮想のバス停、つまりこの青ルート以外のバス停の範囲がこの範囲だということになります。まあですからバス停からちょっと離れた方でも乗ることができるということにもなりますし、一方でこの青いルート、二つに枝分かれをしています。最終目的地はオリンパスなんですけれども、例えばですよ、片方のルートが1日3本、もう片方も1日3本しかない。まあ地方都市だとよくある形です。ところがこれを使えば、二つの路線を統合して、1日に6本に束ね直すこともできる。でも、運行する総量はさほど変わっていない。という形で、利便性の向上の道具にも使える。ですね。ただシステム上はですね、このピンク色全部できるって話なんですが、さすがに今年東北雪が多いですので、そうなってくるとこれちょっと難しいんじゃないかって話になって、今エリアをちょっと絞ろうかというような議論もしていますけれども、バスとオンデマンドな交通をシームレスにするという発想もあってもいいんじゃないでしょうか。これ、新規バスさん、1年半前ぐらいでしょうか。初めてお尋ねした時にですね、いただいた絵なんですね。これ大好きなんですよ。いろんな街の楽しい目的地っていうところがあって、そこに新規バスさんの様々な交通というものが佇んでいる。やっぱこういうですね、楽しい、その楽しいの中に、モビリティがそこのお役に立てる。そこを実現するっていうものが、まさにMaaSですし、でも意外と日本ってそういった取り組みって少なくなかったんです。例えばこれは近鉄さんの話ですけれども、私はこれは日本版紙MaaSだと思ってますけれども、はい。紙MaaSって言葉があるのかどうかよくわかりませんけれどね。マーリアンセという
ものがあります。これはまあいろんなですね、自社だけではありません。目的地や、自社とは関係がない三重交通のバスとか、それから鳥羽の市営の定期船までですね、まあ乗り放題になるというチケットなんです。ところがですね、日本っていうのはこういう形で交通事業者の皆さんが移動手段とお出かけ機会を双方提供してきたということが特徴的なんですが、例えばこれを我々福島の学生たちに聞くと知らないわけですね。つまり初地側でこういういいものがあるってことはなかなか伝わってこない。そうするとどうやったら買いやすく、どうやったら選ばれやすくするのか。そこがデータ基盤の構築だというふうに思っていますし、そこが紙回すと一般的に我々が取り組んでいかないに回すとの違いだというふうに思っています。これ、海外のマースの成長の文脈ですけれども、だんだんステップアップしてくるわけですね。レベル4っていうのが、いい街を作っていきましょう。そういう文脈になるわけですけれども、レベル3というところが、今出てきたような、いろんなモビリティや目的地との統合になります。でもそれ以前に、レベル1やレベル2といったような、いろんなデータ基盤の結びつけっていうところが必要になってまいります。例えば、今回のコロナ禍で、いろんな公共交通、減便という話もあります。我々今、福島の中でも、郡山、まあこれが県内で一番大きな町になりますが、郡山から福島空港まで行くバスというものが、まあこういう形で走ってるわけですね。ところが、検索するものによって微妙に時刻が違っているんですよ。要するに更新が追いついていないんですね。別な会社さんだと Google マップの方が追いついていなくて、某コンテンツプロバイダーの方が追いついているということもあります。ですから、データの鮮度っていうところが実は求められるようになってきている。ですから、その辺のところでのデータ基盤の整理ということが必要になってきますし、むしろやはり二次利用ができるようなオープンデータ化を目指していかなければいけないっていうところは、まさにこの視点に立ってるんだろうなというふうに思っています。一方で、そのオープンデータを先駆的に取り組んでいるのが、お隣の県、岡山県なんですね。新幹線の駅の改札口を降りると、こういうサイネージがあります。ところが、依然として乗り場や案内所というものは、事業者ごとバラバラ。先ほどですね、あれですね、社会的な重要性という話をしました。公共交通やモビリティサービスって使ってみて初めて良し悪しが分かるものなんですね。私はそれを経験財というふうに呼んでおります。経験財なんです。そうすると経験財である以上、バーチャルなデータの検索がうまくいったっていうだけでは不十分なところがあって、やっぱり公共交通サービスそれ自体、あるいは乗り場といったような空間それ自体のリアルな改善というものをやっていかなければいけないわけです。例えばこれは皆さんなかなか兵庫の皆さん土地勘がないところでもありますが、私がずっと関わってきた青森の八戸。ここはですね、バスターミナルを作るという構想があったんですが、それをやめています。その代わりに街中に分散をしていた3つのバス停を中心街ターミナルという、まあブランディングをして束ね直しをしたわけです。で、例えばですね、こういうような形でデジタルサイネージを設計したり、あるいは、系統番号というものをうまく付したりして、乗りやすく、選びやすくしたと。そして、地元でたまたま再開発がありましたので、こういう対岸のバス停が、これ、八戸って街中全部一方通行なんですよ。ですので、対岸のバス停が見えないっていうことが従来からの課題だったんですが、空間に溶け込ませて、で、対岸を見渡せるようにする。まあ、こういう形で移動手段と目的地や空間というものを結びつける。まあ、こういう発想もあってもいいのかもしれません。さて、最後のまとめの方に入っていきたいと思います。マースの成長プロセスとどう向き合うのかという話であります。まあ、レベルがこう上がっていく。その中でコストが増えたりする要因というのもあります。最終的にはサービスが最適化されたり、あるいは楽しいお出かけができる環境にしていくというところを目指したいわけですが、
そこまで行くにはやはり時間を要します。その時に先ほどお話ししたようなデータのオープン化、データの基盤整備というものはコストを減らす要因になるかもしれません。ここは最近MaaSを取り組んでいく中でいろいろ分かってきたヒントにもなります。一方でこれは自動運転バスが導入された場合の運行費ということです。どうしてもバスの運行費 55% ほどは人件費です。ただその人件費というものが削減できる可能性があるのは、例えば複数台の遠隔監視というものがどこまで可能になってくるんだろうかという話にもなってきます。限定空間などで適用性が高まるというのは、例えば道路や信号、インフラ側と協調させることによってハードルを下げるというところもあったりもします。ですからここに費用減の増要因と費用が増える要因というところ2つ整理してありますけれども、まさにその辺をどういうふうに組み合わせながらやっていくのかというところはこれからの課題になるだろうというふうに思っています。実際私も大学院は東京都立大学、首都大学東京を出ております。で、その中で身近に多摩ニュータウンという大きなニュータウンがあったんですね。で、ここも移動の問題が顕在化しようとしていた。高齢化が進む中で、高台の方にたくさんの団地がある。でもバスが走ってるのは丘の下なんです。階段を上り下りしなきゃいけないという移動抵抗がある。それをどうやって緩和すればいいんだろうというオンデマンド交通の実証実験を UR さんや東大の鎌田先生などのご指導もいただきながら我々都立大チームでやってきた。で、論文も書いたことがあります。それが今から16年前です。ところが全く日の目を見ませんでした。でも同じようなテーマで自動運転という新しい付加価値はつきましたけれども、今それがまさにオンゴーイングでトライアルが続けられています。ですからそういう意味でいくと、いろんなものが社会に受け入れられるまで、社会に認識されるまでって、やっぱり十何年かかるんですよ。つまり成果にまで時間かかるということを受け入れられるかどうかというところが非常に重要になってくると思います。その意味では、インフラとビジネスを結びつけるという発想が非常に大事になってくると思います。例えば先ほどデータの基盤という話もしました。そういったようなものを例えばインフラとして整えていくことができれば、例えばMaaSの様々なサービスや、MaaSサービスを提供する方が、それを二次利用として使っていただけてビジネスにできるかもしれない。その延長上に皆さんが移動手段を選びやすくなって、豊かな暮らしに一歩近づけるかもしれない。ですから従来と違うインフラの考え方、あるいはインフラとビジネスの結びつけた領域の創造というものが必要になってくるというふうに思われるわけです。さて最後であります。まあ、自動運転MaaS、何を目指すのか、何を解決するのかっていうことをぜひ考えていただきたいと思います。それちっちゃくてもいいです。ショーケースを積み重ねていくことで、三度の街に馴染むものって一体何なのかということをぜひ皆さん見つけていただければと思っています。一方で成果まで時間がかかる可能性というものがあります。まあ、小さな成功体験を積み重ねながら、一方でリアルな改善ということも一体に進めていただければというふうに思っているところです。どうもありがとうございました。はい、先生、ありがとうございました。非常にワクワクする楽しい、貴重なお話をいただきました。ありがとうございます。ではですね、ここで約5分間の休憩を取らさせていただきたいと思います。シンポジウムはですね、11時ちょうどから再開させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では定刻となりましたので、シンポジウムの方を再開させていただきます。次はですね、次第の4番目のパネルディスカッションへ入らせていただきたいと思います。テーマはですね、自動運転から見る暮らしと移動の未来でございます。はじめに本日、ご参加いただきますコーディネーター並びにパネラーの皆様のご紹介をさせていただきます。コーディネーターを務めていただきますのは、先ほどご講演をいただきました国立大学法人福島大学経済経営学類准教授吉田樹様でございます。よろしくお願いいたします。
続きましてパネラーを務めていただきます皆様方を順にご紹介させていただきます。お一人目は経済産業省製造産業局自動車化 ITS 自動走行推進室室長であられます植木健二様でございます。はい、経済産業省の植木です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お二人目は国土交通省自動車局技術環境政策課自動運転戦略官多田義孝様でございます。おはようございます、多田でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。3人目はモビリティジャーナリストとしてご活躍の楠田悦子様でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。4人目は新規バス株式会社次世代モビリティ推進室部長諏訪紀一様でございます。新規バスの諏訪でございます。どうぞよろしくお願いします。最後5人目は三田市から町の再生部都市政策室交通まちづくり課長高寺千鶴子が参加させていただきます。高寺です。どうぞよろしくお願いいたします。以上の皆様どうぞよろしくお願いいたします。ではここからはコーディネーターの吉田先生にお任せいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて、前半でですね、この三田市での中型の自動運転バスの取り組みの紹介、それが先ほどまで私自身からです、私からですね、次世代モビリティに関する見方考え方というところをお話をいたしました。で、後半はですね、じゃあこうした新たな技術、可能性というものがたくさん広がっていく中で、例えば移動の課題の解決っていうところにどういうふうにこの技術を使っていけばいいだろうか。あるいは、まあ、サンダのようなニュータウン、それからたくさんの方がお住まいになってますけれども、まあ、そういったような暮らしを豊かにするという文脈において、それをどう使っていけばいいか、街づくりの連携というところも含めるわけですよね。そのあたりのところをですね、パネラーの皆さんと一緒に考える1時間にしたいというふうに思っております。それではですね、各パネラーの皆様からですね、自己紹介も兼ねながらですね、まず、最初、第一巡目、ご発言いただきたいというふうに思っています。まずはですね、その自動運転を支える技術、政策というところについて、お話しいただきたいというふうに思っております。では、まず最初に経済産業省の自動車課の植木室長からお話をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。それでは私からは、経済産業省における自動運転マースの推進に向けた取り組みということでご紹介させていただきます。次のページをお願いいたします。自動車化というところにおりまして、自動車産業のですね、支援をさせていただいているところなんですが、自動車産業はそのケースといわれる大きなその変革の中にあると、100年に一度というふうに言われているところでございます。ケースというのが何かと申しますと、コネクティッド、自動運転、シェアリング、電動化の、頭文字を取ったものでございますけど、コネクティッドは、すでに入ってきておりますけど、自動車がですね、インターネットにつながるようになりまして、車両の管理だとか、運行管理をインターネットを通じてできるようになってきていると。で、自動運転は先ほど来ご紹介があるものでございますけど、走行がその自動化していくというものであります。で、Sについてはシェアリングサービスというふうに言われているんですけど、オンデマンドだとか、ダイナミックプライシングのようなですね、使い方が変わってくると。ということになってきております。またその電動化ということでありまして、そのカーボンニュートラルということで、昨日もグリーン成長戦略が公表されたところでございますが、移動も含めてその CO2 削減に向けてですね、移動手段をグリーン化していくというところが求められてきているというところでありまして、こうした中で自動車のですね、売り方、使い方、
が変わってくるという中で、自動車産業がどのようにそうした環境にですね、適応していくかというところが課題になってきていると思っております。次お願いします。こうしたケースの流れもですね、カーボンニュートラルの話もございまして、加速化していくというふうに考えております。2020年代から30年代にかけて、普及が広がっていくというふうに考えております。特に EV については2030年半ばに電動化していくというような方針も出てきてましたので、さらに加速化していくというふうに考えております。はい、次お願いします。で、政府においてはそうしたケースの自動車産業のですね、支援をしているところでございますが、自動運転について少しご紹介させていただきます。自動運転についてはですね、技術開発が進んでいるところでございますが、技術開発とともにですね、事業化していく上では、制度だとかインフラの整備ですとか、さらにその社会需要性というところも必要になってくると思っておりまして、技術開発したものをですね、今回の半田市の実証実験もそうでございますけど、実際に使ってみて、その制度的な課題だとか、社会需要性の向上に努めていったりというところとともにですね、自動車産業が、各会社、日本ではその10社以上その自動車メーカーあるところでございますが、バラバラにですね、対応してても、効率が悪かったりとか、やっぱり標準化というところをやっていくことによって、世界に売っていくというところもありますので、協調領域をですね、定めて、そこに対して取り組んでいくということをやっておりまして、自動走行ビジネス検討会というものを、国交省自動車局さんと一緒にですね、推進しているところでございます。次お願いします。で、政府においてはですね、自動運転の目標を定めております。で、2020年中、今年もわずかでございますけど、人自動運転移動サービスを複数箇所で実現するということになりまして、先日、福井県の永平寺町の方で、遠隔監視操作システムを使いましたですね、自動運転の営業運行を開始したところでございまして、その遠隔の監視操作者がですね、3台の車内にはドライバーがいない車両をですね、運行するということを始めたところでございます。また三田市等についてもですね、実証実験やっているところでございますが、今年度から事業化ということにはなりませんが、近いうちにですね、事業化すべく取り組んでいきたいと思っています。また2022年にはですね、さらにアップグレードしまして、運転ということで、運転手が何かあれば、なってますけど、それが操作がいらないような自動運転を目指して、いわゆるレベル4を目指していこうということで取り組んでまして、そしたらレベル4を実現した上で、その25年、30年ということで、40箇所、100箇所というふうに展開していきたいと思ってございます。で、次お願いします。中型自動運転バスについてはですね、三田市さんの取り組みをはじめとしまして、5箇所で本年度は実証実験を進めているところでございます。今、日立市ですとか、横浜の方でですね、実施をしているところでございます。次お願いします。また自動運転、先ほどご説明もありましたけど、自動運転は一つの、ツールということでありまして、自動運転だけで移動のサービスが提供できるわけではないというふうに考えてますし、さらに移動は手段であって、目的と連携していく必要があるかということで、MaaSの取り組みも合わせて実施をしてきているところでございまして、昨年からスマートモビリティチャレンジプロジェクトということで、国交省さんと一緒にですね、取り組みを始めているところです。次お願いします。そうした移動の課題を踏まえまして、5つのチャレンジを設定をしてですね、今年度は実証実験を取り組んでいるところでございます。自動走行についてもですね、
マースと連携をした取り組みを進めようということでやっておりまして、次お願いします。自動運転とそのオンデマンド交通だとか、市街地での、移動手段を、組み合わせたような、実証実験もやっているところでございまして、自動運転は一つの、手段ですけど、そうしたマースと組み合わせることによって、利便性を高めることによって、社会に導入していければというふうに考えて取り組みを進めているところでございます。すみません、駆け足になりましたけど、私の、説明以上でございます。ありがとうございました。では続いて今度はですね、国土交通省としての取り組みというところも合わせてご紹介いただければと思っております。国交省の自動車局自動運転戦略課の多田様からお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。あ、失礼いたしました。国土交通省の多田でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日はお招きいただきまして本当にありがとうございます。実は私、3年ほど前、近畿運輸局というところに在籍しておりまして、三田市さん、あるいは新規バスさん、非常に親近感があります。ぜひですね、機会があれば現地での開催、本当に期待しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、私どもの担当はですね、自動運転車も含めた自動車が公道を走る際の安全基準を担当させていただいております。そういう視点でですね、自動運転の現状を整理しつつですね、国交省の取り組み、ご説明させていただければと思います。次、どうぞよろしくお願いいたします。次のこのレベル分けの話はもう皆さんご案内のことかと思いますので、していただきまして、次よろしくお願いいたします。先ほど吉田先生の話からもございましたが、自動運転っていろいろ皆さんイメージあるっていうふうにご説明ございました。やはりそこら辺をちょっと整理させていただければなと思いまして、こういうスライドをご用意させていただきました。自動運転には2つのアプローチがあるのかなと思ってます。1つは日本全国ルート地域を限定しないでどこでも使える自動車、いわゆるイメージとしては自動車メーカーさんが作られる、大量生産車というふうにイメージしてください。で、これにつきましては、下の三角形の山みたいな図がございますが、全国すべてを走るということで、一歩一歩ですね、自動運転のレベルを上げていって、頂上まで登っていくと。で、もう一つのアプローチが、一歩一歩上がるんじゃなくて、もういきなりレベル4を目指して対応すると。ただ、やはり日本全国走れる技術っていうのはまだまだないので、レベルはレベル4に設定して、地域とか、あるいは走行速度を限定してですね、走行させていくという2つのアプローチがあるというふうに考えております。次のスライドよろしくお願いいたします。その2つのアプローチにつきまして、目標とか実績、国交省の取り組み、ご説明させていただければと思います。まずアプローチ1のですね、大量生産される自動車でございますが、自家用車につきましては目標といたしまして、レベル3というものが2020年目処、レベル4が2025年目処というふうに設定されています。で、大型バスにつきましては高速道路においてですね、レベル2以上の実現というのが2022年以降という政府目標が掲げられているところでございます。で、そのアプローチ1につきましてのこれまでの実績でございますが、国連においてですね、技術基準の策定を主導いたしまして、自動運行装置の基準を策定いたしました。で、メーカーによって型式指定の申請がなされて実施したところ、それぞれ世界初というところでございます。国交省の取り組みといたしましては、今後はより自動運転機能の基準を高度化させていく、あるいは大型自動運転バスのですね、安全性のガイドラインを検討してですね、技術開発を促進していきたいと思っています。で、次の移動サービス、アプローチ2の移動サービスの部分でございますが、こちらは経産省の植木室長からですね、ご説明あった通りでございまして、サービスの実現が2020年、それで、全国展開が2025年等々のですね、目標が掲げられているところでございます。で、国交省としての今後の取り組みといたしま
は、さまざまなサービスの実例をですね、横展開して全国に拡大していくだとか、行動走行するための手続きをですね、簡素化迅速してですね、全国展開の手助けをしていきたいなというふうに考えているところでございます。次、よろしくお願いいたします。で、これまで道路運送車両法って車が公道を走行するために必要な法律すべてをですね、司っている法律でございますが、これまではドライバーいることを前提にしておりましたが、システムの運行も前提に対応するためにですね、法律改正をいたしました。まあ、簡単に、改正内容をご紹介させていただきますと、保安基準、安全基準の対象項目に自動運行装置を追加しました。自動運行装置の定義を、しまして、安全基準を作るための箱を法律で準備したということでございます。で、次のポツでございますが、国土交通省が使用される条件、走行環境条件と言っておりますが、自動運行装置が作動する地域だとか速度、あるいは天候状況だとかを国土交通省がですね、条件として付つこととすると。そういった法律の改正がなされて、基準も策定されまして、今年の4月1日から施行されているところでございます。次、よろしくお願いします。で、先ほどの説明でですね、大型バスのレベル2以上の自動運転車ということで、2022年以降というふうに申し上げました。大型バスなどにつきましては、乗用車と比べて、やはり車体が大きいもんですから、車線維持の精度だとかですね、あるいはお客様を乗せているというところで、いろんな急ブレーキ回避とか、様々な技術開発が必要な、技術的な課題がございます。ということで、2022年以降のレベル2以上実現に向けてですね、メーカーさんと協力して、国交省として開発を促進しているところでございます。具体的には下に書いておりますが、お客さんを乗せるというそういうですね、特性を踏まえた技術的な要件、ガイドラインの策定だとかですね、実際に車を作って安全を評価するといったようなことをやっております。で、一応2020年中の市場化を目指していきたいというふうに考えているところでございます。次、よろしくお願いいたします。で、先ほど自動運行装置というふうに申し上げました。で、基準もできているというふうに申し上げました。ただ、この自動運行装置の基準に適合するというのは、自動車メーカーさんでもなかなか技術的にも難しい部分があろうかと思います。ということで、自動車メーカーさんでさえ難しいものをですね、ベンチャー企業さんができるだけこう、うまく基準適合を持っていけるように、基準に適合するためのですね、参考のガイドラインというものを策定いたしまして、ベンチャー企業の皆様でもですね、自動運行装置の基準が適合しやすいような環境もですね、整備しているところでございます。以上、国土交通省の取り組みでございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、車両の保安基準ですとかガイドラインなどについてもご紹介いただきました。では、じゃあこうしたですね、政策や技術というものを具体的な街ですとか、それから公共交通というところにどういうふうに運用していくのかという、今度は運用側の方のですね、取り組みについてもご紹介いただきたいというふうに思います。では続いてですね、三田市の取り組みから先に参りましょうか。では高寺さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。日頃は、三田市交通まちづくり行政にご理解とご協力を賜りまして、ありがとうございます。私の方からはここで少し三田市の現状と、最近の取り組みについて、ご紹介をさせていただきたいと思います。三田市なんですけれども、ご市長の皆さんは、よくご存知かとは思うんですけれども、北部に、農村エリアが広がっておりまして、これが地域の7割を占めている状況でございます。で、南部には、人口の9割を抱えるというニュータウン、また規制市街地が位置しておりまして、それぞれ、大きく地域特性が異なるというのが、本市の特徴になってございます。そして他にもテクノパークや大学といった、広域的な大きな交通需要を持つエリアもございまして、一言で言うならば日本の縮図ということも言えるような、そういう多様な要素が詰まった市と言えます。それぞれの地域がつながり、人が市民の皆様がストレスなく行き来できるようなネットワークを目指していこうということで、そのためのビジョンをですね、三田市地域公共交通も形成計画といった形で、掲げてまいりました。
はい。で、こちらでですね、まあ、大きく考え方といたしまして示しておりますのが、まあ、北部エリア、先ほどの北部エリアはどうしてもですね、鉄道駅からも離れておりまして、まあ、そのバスの便数も、まあ、少ない状況になってございます。まあ、そうなると車の依存率というのが、まあ、非常に高いというのが、まあ、特徴になっているんですが、まあ、こういった公共交通離れが、まあ、さらに交通不便な環境を作り出しているという、まさに典型的なですね、交通の負のスパイラルにあると言える状況でございます。まあ、今市ではですね、新しくまあバスを活かしながら、公共交通を活かしながら、自宅からラストワンマイル、最初の一歩をですね、解消するような、まあ、地域内の交通、地域内交通を新たに作り出していこうという、そういうチャレンジが始まっています。はい。で、こちらなんですけれども、自宅から地域内の拠点、そして、鉄道駅などの広域交通拠点、まあ、この間の移動を、まあ、それぞれ、交通事業者と、また新たな、様々な乗り合い交通で、役割分担をいたしまして、まあ、ごく近距離の移動を解消することで、その先の幹線となる、まあ、太軸、強いては公共交通、バスというものをしっかり支えていこうという構造を目指しております。この近距離を乗り合えるような新しい移動手段をそれぞれの地域の特性に応じて考えていこうという、導入していこうというものです。まあ、エリアや規模、対象に応じて車両の大きさやまた運行の仕方、こういったことも柔軟に変えていく。まあ、そういう中で、これまで皆様方からご発表いただいております、まあ、スマート化の要素も活用していきたいというふうに考えているところです。そして新たな一歩といたしまして、年明けにはですね、予約型で、運行する新しい、まあ、デマンド交通システムについても、実際に施行していく予定をしているところでございます。駆け足でございましたが、本日の取り組みについて、ご紹介させていただきました。以上です。はい、ありがとうございました。では引き続きまして、先ほど三田市の実証実験についての取り組みというところは、ご発表いただきましたけれども、新規バスさんとしての取り組みということについても、また、フォローしていきたいというふうに思っています。では、新規バス次世代モビリティ推進室の部長の諏訪様からよろしくお願いしたいと思います。はい、皆さんこんにちは。新規バスの諏訪と申します。どうぞよろしくお願いします。スライド次お願いします。次お願いします。新規バスでは、過去に、3度実証、自動運転に関する実証実験を進めてまいりました。写真の左側から、2018年度に、行いましたアルマ。で、ちょうど真ん中が、2019年に行いました、リエッセで、一番右が、この夏に行いましたサンダでの中型自動運転となっております。どうしてこのような、ことを、まあ、新規バスが取り組んでいるのかという、まあ、背景についてお話できたらなと思っております。当社は、兵庫県、南部を営業エリアとしておりますが、経営の実態から申しますと、約8割が赤字路線でございます。中山間地域、あるいは過疎地域、多く持っており、それらの、ま、路線維持を、ま、なんとかこう、やっているというのが、現状です。そのような中で、当社としては、危機感を持って、地域の住民の足をいかにして守るかというのが、大きな課題。ましてや、社会の動きが大変激しいということで、今後どのような取り組みをするかという中で、2019年、昨年の1月に、マースか、あるいは、自動運転か、EV、FCV への、ま、シフトを図るという意味で、バス事業部内に、次世代モビリティ推進課というものを、設立しました。ただ、ここにおいては、あくまでそのバスという領域から、出ないっていうような発想になっておりましたので、もっと、いわゆる新規バスから新規モビリティへと展開ができないかなと
ということで、現在の、次世代モビリティ推進室というプロジェクトの専任チームを発足させたということで、まあ、やっと、まあ、1年半が過ぎたということでございます。次お願いします。これが、先ほど申し上げました2018年度の、西播磨にあります、播磨観光公園都市での自動運転の、実証です。たった4日間でしたが、ナビアの、アルマ、こちらの方で、ご覧のような運行回数なり、をさせていただきました。次お願いします。これが、2019年の12月に、行いました、2回目の、実証実験です。こちらの方は、公道をリエッセという小型のマイクロバスで実証実験をさせていただきました。で、この時は自動運転だけにとどまらず、まあシティラボあるいはフォーラムということで地域で地域の人だけが満足するんじゃなしに、この情報をいかに広めていくかということに努めました。次、よろしくお願いします。で3番目が、今年度行いました、3度での実証実験です。はい、次よろしくお願いします。で、これも、近畿経済産業局の、公募に応募した実証実験ですが、こちらの方は、寒い間ではあるんですけども、1月の18日から、2週間、同じく、まあ、西播磨で、実証実験をさせていただく予定です。近畿経済産業局の方からホームページの方でも公表させていただいておりまして、まあ、西播磨のマースの構築、シェアリング超小型 EV、シェアリングキックボード、電動キックボード、自動走行カートというものと、あとこれも広く社会のいろんな方にこれ取り組みを知っていただこうということで、二世代モビリティの活用の検討ということで、高齢者支援というシンポジウムもさせていただきます。以上が、この、最近の当社における取り組みです。はい、ありがとうございました。ということで、技術や政策の精度の話、それから、そうですね、今の地元の取り組みというところまでお話いただきました。じゃあ、こうしたものをですね、じゃあ、実際の、例えば地域の課題、先ほどですね、三田市の方の中でも、やはりいろんな地域があると。で、その中で公共交通離れっていうところも進んでいたり、あるいはその目的がないとなかなか人々の移動というものが生まれない。ラストマイルっていう話はどこでも解決すべき課題だねっていう形で、結構課題の認識っていうのは共通したところもあったかと思います。その中で、じゃあそういうものをどうデザインしていけばいいのかっていうところも含めてですね、はい、お話を伺えればというふうに思っております。では、モビリティジャーナリストの楠田さん、よろしくお願いします。お願いいたします。今日はですね、とっても楽しみにしてきました。実は、次のスライドとお願いします。兵庫県の加西市生まれでして、で新規バスさん、初めて乗ったのは新規バスさんで、中学校に友達と一緒に、まあ、タイタニックを映画に見に行ったりとか、あと、姫路の予備校に通ってて、ずっと1年間、通ったりとか、今でも、実家に帰るときに乗ったりとか、あと、仕事でもお仕事を一緒にさせてもらったりとか、で、三段も、近いので、お声掛けいただけて、すごい嬉しいと思いました。で、私の育ちはですね、ここに書いてあるように、まあ、三段市のその、北の方の、公共交通のないような地域で育ちまして、まあ、その後に、まあ、大学は、京都で留学をして、まあ、ヨーロッパに住んでみたりとか、神戸に住んでみたりとか、あと、まあ、東京に住んでみたりとか、こう、街中の生活も、国内外通じてやってみて、で、いろいろと、まあ、自分の思うことであったりとか、まあ、行政
であったりとか国の政策とかっていうことをかあのいろいろ考えながら活動してます。次のスライドお願いします。で、これまたあの兵庫県の話なんですけど、実はその初めてあの取材し始めたのも兵庫県の神戸市本社の自動車新聞社だったんですね。で、バスの未来を考える会とか作ってみたりとか、タクシー100台乗って調査するとか、車を使ったお仕事、販売店さん回ったりとか、トラック協会さんとか回ったりとか、いろいろ活動をしました。次お願いいたします。で、あ、すいません。押していただけますか。はい。で、2013年に独立しまして、どうやらやっぱり、移動手段だけで考えていても良くならないなと思いまして、あ、もう一つ、ボタンを押していただけますか。やっぱり、その、一人一人の暮らしのニーズとか、どんな街に作っていかない、いきたいかっていうことをトータル的に考えていかないと、やっぱり、暮らしの、お出かけのお悩みとかって、あと地域の経済の活性化っていうのはうまくいかないなと思って感じました。で、今、フリーランスとして活動しています。次、お願いいたします。で、やっぱりラストマイルのところって考える、まあ、お家から言うとファーストマイル、一番初めに乗るのって車だったりとかするので、まあ、だったり歩いたりとか、自転車に乗ったりとか、また自転車とかにも乗れない、歩けない方の移動っていうことも考えていかないといけないので、そういった、公共交通以外、車以外の移動手段っていうこともしっかり考えていく必要があるなと思って活動しています。次、お願いいたします。で、こういった本も今年2冊が、こちらは左側は、執筆を一部か、担当した本なんですけど、あと、今年の12月10日に発売したのが、移動貧困社会からの脱却、免許返納問題で生まれる新たなモビリティマーケットっていう本を書きまして、で、公共交通の専門、の方だけじゃなくて、一般の方々の苦しのお困りごとみたいなことも迫って考えていけばなという問題提起で書かせていただいてます。次はお願いいたします。で、やっぱり、家族の形が変わったりとか、やっぱりスマートフォンが出てきて、地域との結びつけが変わっていったりとか、やっぱり環境問題のお話とかっていうことが、いろんなトータル的に関わってきているので、移動の問題だけを見ててもわからないってことがたくさんあるなと思っています。次お願いいたします。で、一番やっぱり暮らしの問題で、ちょっと公共交通のある地域の方は違うかもしれないんですけれども、今、やはりこう移動の問題で大きいなと思っているのが、免許返納問題で、今日も今そこの隣に母いますけど、おばあちゃんの免許返納どうするっていうことを、まあ、家族で会議してまして、簡単に返納してしまうのっていうのも結構難しいお話だなと。ちょっと来年返納ですって母隣で言ってますが、はい。はい、すいません。次お願いいたします。なので、できるだけ一人で移動できる環境づくりっていうのをみんなで行う必要があるかなと思ってます。次お願いいたします。で、はい。で、みんなでですね、業界を垣根を越えて作っていく時代だなと思ってます。次お願いいたします。で、それがマウスかなっていうふうな整理をしています。次お願いいたします。あ、すみません。ちょっと長くなってしまうので、私の、プレゼンは以上にさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ということでですね、少しまたこれから、2つぐらい、まあ、時間の許す範囲で、ちょっと枠を区切りながら話をしていきたいというふうに思ってますけれども、まずその移動の課題の解決という話がありますね。その移動の課題の解決っていうところに、例えば今の、まあ、自動運転、MaaS というような取り組みが、どういうふうな形で役立ってくるんだろうか、あるいはここをこう変えればもう少し
役立つ道具になってくるんじゃないのかというところを、ちょっとまず最初、そこを議論したいと思います。その上でもう少し今度視野を広げて、じゃあ、都市、まあ、三田の町ですとか、それからあと、暮らし、そこの豊かさっていうところを高めていくために、どうできるのかっていうところ。ちょっとこの短期的な移動のフェーズっていうところと、もう少し広げた長期的都市というところを見つめたフェーズっていうところで、フェーズに分けてちょっと議論してまいりたいというふうに思っています。まずですね、移動の課題の解決という中でですね、この自動、まあ新たな次世代のモビリティサービスっていうところが、どういうふうに生きてくるのかなっていうところを少しお話しいただければと思っています。で、多分、楠田さん多分その辺の、なんかその続きのスライドがなんとなくそれっぽくなってたような気もしないでもないので、ちょっとそこでも話されたかった内容も含めて、もうちょっとその辺お話しいただけるとありがたいです。お願いします。はい。もう少し先、そうですね。スライドでお示しをしたかったのが、まあその暮らしの課題っていうものをうまくデジタル化、デジタルで解決する時代ですねっていうことで、で、ここでいろんなツールが入ってきて、で、まあそれの一つの移動手段の、手段の一つが自動運転ですよっていうこと、あと、まあ、自動運転以外にも、吉田先生がお示しいただいた、この他の、バスでもない、タクシーでもない移動手段であったりとか、グリーンスローモビリティであったりとか、あと、車椅子のであったりとか、あと、病院と、移動手段をつなぐっていう、サービスを新たに作ったりっていう、新たな価値を創造したりとか、その他の分野との連携っていうものが必要ですねっていうスライドを、お作りをさせていただいております。はい、ありがとうございました。いや、二つぐらい、ちょっと今の議論を深めていくところのテーマのキーワードを出していただけたかなと思っています。一つはそのバスでもない、それからタクシーでもない、例えば先ほども、サンダの取り組みの中でも、自家用車を使ったような取り組みっていう形で、有償運送っていう話も出てきましたけれども、例えばそういうものも組み合わせていくっていうことが、これから出てくるだろうということもありましたし、もう一つは、その移動以外の目的とどう結びつけるか。これは今回の経産省の方の、あれですね、スマートモビリティチャレンジのところでも結構その辺が強調されてたかというふうにも思ってますので、ちょっとそのあたりに軸を置いて、ちょっとお話を伺いたいというふうに思ってますけれども、まず、高寺さん、実際にどういう形でその自家用車を使ったモビリティ有償運送、多分、もう形成計画、地域公共交通も形成計画の中でも位置づけながらやっておられるんだと思いますけれども、どういうふうに展開されようとしているのか、あるいはやってる中で、なんかこういう課題が見えつつあるとか、不安のところがあるっていうところがあれば、ぜひお願いしたいと思います。はい。先ほどご紹介させていただきましたように、やっぱりバスはバスで皆さんやっぱり残していきたいっていう思いは強いんですね。だけど、うまくそれが使えない状況があるっていうところで、じゃあその自宅とバス、公共交通をつなぐもので、バスでもない、タクシーでもない、新しい、地域の公共交通っていうのを生み出していこうっていうところで、一つ、三田市が採用しようとしているのが、先生今おっしゃいました、自家用有償運送というところになります。で、三田市の場合はですね、地域に、地域のみんなで、互いに、こう、助け合って、支え合って、まあ、いわゆる送迎ですね。誰か街に行きたい人がいたら乗せてあげるよっていうような、まあ、そういう、取り組みなり、まあ、精神なりっていうのが、まあ、非常に根付いている地域が多くてですね、まあ、ぜひそういう、もともとの地域力みたいなものを活かしていきたいというところから、まあ、スタートしています。で、その中で、地域の実情に応じて車両とか、まあ、運行の仕方、やり方ですね、まあ、料金なんかも、比較的柔軟に対応できるような、自家用有償の手法っていうのはマッチするんじゃないかということで、まあ、採用してきたわけなんですけれども、まあ、そこでやっぱり課題となってきますのは、まあ、一つは地域力という中での、まあ、ドライバーの確保っていうところと、
あとは新しい移動手段になりますので、まあ、いわゆる皆さんには馴染みのないものというところになります。加えてバスに乗り換えていかないといけないというような、まあ、乗り換えの、まあ、ひと手間というかですね、そういったところも出てまいりますので、まあ、そのあたりをいかにまあ慣れていただいて、なるほど、これはなかなか便利じゃないかというふうに感じていただくっていうところは、これから の, 取り組みの中では、大きな、まあ、ハードルというか、まあ、課題になってくるだろうというふうに思っております。まあ、そういう中では、やはり既存の公共交通の事業者様にも、まあ、いろんなサービスといった面でのご協力、まあ、あとは、その、時間を合わせたりとかですね。スムーズに乗り換えができる、まあ、できるだけ乗り換えストレスをなくしていくような、まあ、そういったご協力も不可欠になってくるだろうというふうに、思っているところです。はい、ありがとうございました。ちょっと今お話が上がっていく中で、先ほど高寺さんも、いや、サンダの場合にはニュータウンもあり、農村もあり、規制市街地もあり、人が集まる場所もあり、日本の縮図だって話されてましたけど、この有償運送、で、その元々地域の助け合い的なものが馴染みやすい地域があったって話されてましたけども、さっきの農村、ニュータウン、規制市街地とかって言ったら、どこら辺がそれが一番強かったです？やはりですね、元々、長らく交通不便地であります、農村地域、まあ、北部の方ですね。まあ、こういったところ、は、その気質が非常に、まあ、高いというふうに、現場では感じております。で、従来からのコミュニティも非常に、しっかり確立されているというふうに、感じているところです。はい、ありがとうございました。私も全国いくつも地域で、公共交通関わってますけれども、よくまあ東京でお話しすると、移動に、地方の移動で困ってるのは、中山間地域だっていうふうな形でくくられるケースっていうのがあるんですけども、でも中山間地域の場合には、実は地域力が残ってるところがあって、それを20年続けろって言ったらめちゃめちゃ大変なんですけども、まず10年は、これでまずいけるんじゃないのかっていう手法の打ち手がわかりやすいんです。だけれども、例えばニュータウンのようなところがこれから高齢化したらどうなるだろう。人の数も多いし、郊外に比べると人の間のつながりがもしかしたら薄いところもあるかもしれない。意外とそういうところで今のマースだとか自動運転だとか、むしろ新たな技術がそういう場面で助けになるところはあるのかもしれないですよね。はい。というようなことも考えながら伺ってましたけれども、はい。植木さん、今までの話を伺ってて、どんな感じの印象を持たれましたか？はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、我々も、まあ、いろんな地域の方々と意見交換しているところですけど、まあ、いろいろと課題があると思っています。まあ、移動の課題を大きく分けると、まあ、供給側と、まあ、需要側でありまして、まあ、供給側としましては、まあ、人手不足、そのドライバーがなかなか高齢化したりとか、まあ、確保しにくくなってきたりっていうところがありますし、あと、まあ、事業側としては、やっぱり、まあ、高齢化に伴って、まあ、免許返納されるような方も出てくるという中で、こういった、まあ、自動運転や、まあ、マースをですね、いかにして、そうした移動課題の解決につなげていくかということをやっているところであります。最初、まあ、吉田先生に整理させていただいた、まあ、手段と目的の話ですけど、まあ、手段については、その、やっぱり路線バスとかがだんだんその維持ができなくなってきているところの中で、まあ、自家用輸送といったところを活用していくですとか、あと、まあ、既存の、その、まあ、いろんな他の、まあ、例えば、その、郵便局の、配達者って、まあ、常にこう、過疎地で回ってるわけですから、そういったものを、その、各客混載で活用できないかといったような考えもありますし、なんか移動のリソースをうまく活用していくことが、その一つ目については、まあ、と思っています。あと、
移動の目的については、まあ、必ず移動するとなると目的があるわけですから、やっぱり目的を踏まえて、まあ、その誰が どこを目的としていくのかという、まあ、データを集めることによって、まあ、オンデマンドをはじめとした、まあ、効率的なあの提供ができると思いますし、またその、まあ、特に商業施設については、あの そこからそのあの、まあ、そこを目的としているわけですから、例えばスポンサーとして、まあ、一定の費用を負担していただくってこともあるかなと。なかなかやっぱりあの移動だけだとそこで運賃収入で採算取るというのは非常に、まあ、難しい面があって、まあ、あの新木場さんもおっしゃってましたけど、あのなかなかその赤字路線が、まあ、多いということなんですけど、やっぱり目的の方から考えることによってそこら辺が改善していくんじゃないかというふうに思っているところです。以上です。はい、ありがとうございました。はい、あの目的地との連携、あるいはその人を運ぶ以外のものとの掛け持ちっていうところ、この辺も結構キーになると思っています。あの私自身もある基金のプロジェクトで長野県のある町のその人と物の掛け持ちっていうところの話に関わってますけれども、面白いのがですね、先ほどの自動運転ところの支払い資額といいますか、どのぐらい運賃が負担できるかっていう話とかもありましたけれども、人はですね、もう50円でもいいし安ければいいっていうんです。物の方が払ってくれるんですよ、変なもので。で、物の方が実際回ってくる頻度っていうところも高いですから、どうしても安全性という観点から人をベースにしてそこに物が乗っかるっていう話が結構あるんですけど、意外と地方部だと物をベースとしながら必要がある人を運ぶっていうところの違った実は眼差しとか安全の考え方っていうのが実はあってもいいのかなっていうふうに最近ちょっと思い始めてるところもあります。そういうところで、その車両の保安だとか、そういうところの話もあったり、あるいは多分、近畿局にもおられたので、多分いろんな現場と実際自動運転とかに関わってる中のところでの違いというところもあると思いますので、多田さんいかがでしょうか。はい、国土交通省多田でございます。皆様のいろいろご説明聞いててですね、やはりどの地域にどのようなモビリティが適切かってなかなかやっぱり難しいなというふうに感じました。ただ私もまあ、実際自動運転の実証実験とか、緊急運輸局とかでもいろいろ事業者さんとお話伺って、やっぱり自動運転の実証実験を実際やってみて、ちょっと見えてきた部分もあると。例えば、ここの地域には、やはり自動運転って、なんですかね、ちょっと多大すぎるねっていうのが見えてきたり、逆に、だから、まあ、三田市さんのご紹介って自家用優勝とか、そういうソフト面っていうんですかね、そういう手段でこう保管していくだとか、そういうこう、よりいい方法がちょっと見えてくる一つのきっかけになって非常に良かったっていうような声も聞いたことがあります。で、まああと自動運転走行させるためにいろいろ、まあ社会的重要性が必要だっていうお話も皆様のご説明あったところでございますが、やはり新木バスさんのご講演資料にもあった通り、自動運転乗車前は 40% ぐらいの人が不安だったと。で、乗車後は 16% ぐらいですかね。減ってるというところで、まあ、やはり吉田先生もおっしゃった通り、その、まあ、こういう、ユーザーのこう、ニーズの変化をこう、待つことなくですね、やっぱりショーケースとかモデルとか試乗会通じて、いかに社会的重要性を構築していくっていうのが重要かなと思ってました。ちなみに、ある地域では、その、自動運転前に、その、自動運転車の技術の限界だとかを、こう、ポストインして十分周知した結果ですね、路上駐車が減って、自動運転車が走りやすくなったと。で、結果として、まあ、普通の自動車も走りやすくなったって、そういう地域の、そういう交通の改善にもつながったっていうことも聞いたことがあります。以上でございます。はい、ありがとうございました。だんだんと都市とか、それから、ただ大きな、その第二フェーズの話にもうまい形で移ってきたと思います。ありがとうございました。そうですね、その、私自身もそうです。東京の武蔵野市のムーバスというコミュニティバスがありますけれども、今、それのですね、地域公共交通活性化協議会の座長を務めてますけれども、1990年代半ばに走ったんですけれども、
細い道をやっぱりコミュニティバスが走るっていうことで、路上の駐輪が減ったっていうことがあったりしたんですよね。そう。ですから、やっぱり新たなモビリティを地域の中にチャレンジするっていうところの文脈の中で、実は今までの道路の使い方だとか、住民の皆さんの意識が変わるっていうことは、結構ある話なんですよね。でその辺やっぱりやってみて、地域の反応ってそれぞれ全然違うので、そこで起きてきたいい変化っていうものを逃さないっていうことって、すごく大事な眼差しかなというふうに思いながら伺ってました。はい、ありがとうございました。そうすると今度、諏訪さんに伺いたかったのは、そういう形で実際に自動運転、3回多分新規さんとして取り組んでおられると思いますけれども、その中での、まあ、手応えといいますか、こういうところ、自分たちとして勘どころをつかみつつあるっていうあたりのところ、いかがでしょうか。まあ、3年間かかって今、今の状態まで来たということで、実際にやってみないとわからない。当初は、いわゆるその、どういうんですか、調律なりもすべて、事業者に任せっきりであったりとか、ソフトの内容がわからなかった、自動運転の限界もわからなかったと。で、今回は、先進モビリティさんに完全にソフトを組んでいただいて、もう明日からは新規バスさん、こういう形になってますからお願いしますよと。完全にこう移行したわけですよね。そういうことによってこう責任感も増してきますし、ある程度その、自動運転の限界もドライバーとして知りながら、やらないと、いわゆるイレギュラーな対応もできませんので、自動運転に関する、って言えば、やはり、一気にではなくしに、やっぱ徐々に、経験値を積み重ねてこられたかなということです。はい、ありがとうございました。今これ結構大事なご指摘もいただいたと思います。やっぱりそうですね、結構自動運転、実際にいろんな社会実験が進められる中で、例えばそのシステムというかそういういろいろ開発した、まあ、メーカーさんとか、研究者の方々だとか、シンクタンクの方々が結構伴走して、いろいろとチューニングしてくれるんですよね。で、ところがそうすると、でもどういうことができるのかなっていうところの勘どころを今度使う側の皆さんが意外と理解がしにくいっていうところがやっぱりあった中で、いや、今回実際に明日から新規さんお願いしますよっていうふうに言われて、で、実際にやってみたっていうところで経験値が積まれたっていうところは、すごく大事なところだと思います。でも、明日からお願いしますよっていうふうに言われて、でも実はここ大変だったってことって何かありました？遠隔監視しておりまして、やはりその通信の途絶えだとか、予期せぬトラブルがあったときに、どうするべきかなと。で、やっぱりその通信の大切さっていうのを改めて、感じました。はい、ありがとうございました。やっぱその通信が不安定だったりそういうした時にやっぱりいろんなまだ課題がありそうだなってそんな感じの印象ですか？そうですね。最初からその、どういうんですか、まあ、樹木の関係とかあって、今回の選定された5地区では、磁気マーカーの割合が8割ということで、約3500個の磁気マーカーを道路に埋め込んでいただいたんですけども、それは良かったんですけども、実際私どもはバスロケーションシステムで、自動走行を監視したものですから、そちらの方の通信の方が、うまくいってなかったということがございました。結局そのことは、いわゆる利用者にこう、うまくどう伝えられるかということにも影響が出るかと思いますので、はい。はい、ありがとうございました。なるほど。そこで、そっか、バスロケですと、ユーザー側にも、やはり提供する情報とのタイムラグっていうものが、やっぱり出てくるっていうところがありますから、そのあたりのところも確認されたっていうところは、逆に日頃の、一般の路線の、サービス設定っていうところにも、かなりまた経験値が積まれたのかな、というふうな感じの印象を受けてました。ありがとうございました。では、残り5分ほどになってまいりましたので、ちょっと皆様からですね、これから特にやはりこの自動運転、MaaSといった次世代モビリティサービスっていうものを都市や町、地域、暮らしの改善っていうところに、まあどういうふうに役立てていけばいいのか、まあその期待というところをですね、ぜひ、一巡でご発言をいただいて、
で、最後、まとめを持ってクローズにしたいというふうに思っています。はい。では、順番は、はい、バラバラでいきますけれども、はい。どうしようかな。はい。では、最初にですね、多田さんから、はい、回していきましょうか。はい、お願いします。はい、国土交通省多田でございます。やはり、どういうふうに技術を使っていくかっていうのは、むしろその民間とか、あるいは地方の自治体、それぞれ地域の実情に応じたですね、まあ、ニーズとか踏まえて、どんどん検討が進められることを、としては期待してます。で、まあ、私はどちらかというと安全っていうところでこの発言させていただけますと、やはり先ほど新規バスさんのご説明もあった通り、いよいよその、今までそういうベンチャー企業さんとかいろんな開発メーカーさんがこう開発してきた技術を実証実験からこう新規バスさんよろしくねっていう、こう、技術をお渡しするということで、実証実験屋さんからこう自動車製作者に変わってきてて、いよいよそういう段階に来てるのかなっていうふうに考えたところでございます。国交省といたしましても、やはりその、皆様が走らせていく中で、これ安全基準上大丈夫とかそういう不安になったっていう、そういうこう悩みとかあった場合はですね、まあご相談いただければ、積極的にご相談に乗っていきたいなと思っているところでございます。以上でございます。はい、ありがとうございました。で続いて、警察署、植木さん、お願いします。はい、ありがとうございました。そうですね、吉田先生から最初にご説明あったような、まあ、その欧州とかのその街づくりは、非常に進んでいると思ってましてですね、私もフランスに住んでたことがあるんですけど、まあ、ストラスブール、非常に綺麗な街だと思いました。まあ、そうした中で、なかなか、まあ、日本で、まず、日本でもそうしたその街づくりを進めていこうという動きは出てきているんですけど、なかなか、まあ、進んでいかないっていうところがあるかと思っています。まあ、それは多分ですね、まあ、いろんなその利害関係者がいて、まあ、マイカー持ってる人とか街中に住んでない人っていうのは、まあ、街中に関心を持ってなかったりとかいうこともあったりするわけですので、やっぱり街の方々がその皆さん我がこととして、まあ、将来のことを考えて、まあ、ビジョンを共有しながらですね、まあ、計画を立てて、まあ、段階的にまあ実行していくようなことをですねやっていく、まあ、結構街づくりですから時間がかかるわけですけど、ビジョンをですね、皆さんで共有できるようにしていくことが、まあ、この実証実験も一つの手段だと思いますけど、まあ、非常に大事だなというふうに感じました。はい、以上です。はい、ありがとうございました。では、楠田さん、よろしいでしょうか。お願いいたします。はい、ありがとうございます。MaaS であったりとか自動運転が注目されることで非常に私嬉しいと思っていることは、移動に対してこれまであまり興味がない地域もたくさんあったかと思うんですけども、それに対して大きなメーカーさんであったりとか民間企業者さん、企業の方とか、あと国とか自治体さんがこう投資をしてお金をかけて考えるようになってきているっていうことで、またコロナでですね、私たちってやはりこう移動が止まると経済が止まるんだなってあったりとか、お外に出れないってことはこんなに大変なことかっていうこと、またこう常にテレワークをするってつまらないなと、やっぱりこうリアルがあってこその生活の豊かさなんだっていうことを再認識したと思いますので、うまくお出かけを楽しむ、また経済活動をするっていう仕組みをですね、移動単体ではなくて地域経済、日本経済っていう形で考えるような取り組みが、とても発想がですね、非常に大切ですし、また運賃収入だけではうまくいかないっていうところにはそこを打開できるかなと。で、やはりこう介護とか福祉の予算っていうのは積み重なっていくので、一人で移動できる環境っていうところ必要性を考えて、やはり予算をしっかり取っていくっていうのが必要だなと思っていますし、で、一人一人やっぱりこう、車が一生乗り続けれないっていう社会であることをしっかりと捉えて、年を
備えて年を取るっていうことをしっかり意識して暮らす必要があるかなと思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では諏訪さんいかがでしょうか。はい、まあ、モビリティ視点で考えると、事業者はひょっとしたらその利用者に押し付けてないかなというのが気になっております。いかにまあ合意形成を取っていくかと、最終的に選ぶのは利用者であって、そこが一番こう重要なポイントではないかなと。今まではどうしてもこう事業者目線で、勝手にまあダイヤ引いたりとかっていう部分が多かったと思います。で、いろいろなまあ交通手段の中であっても、利用者目線を決して忘れることなく、まあ合意形成を大切にしながら、今後は新規バスとしてはモビリティだけじゃなしに、街づくりあるいは地域づくりをすると一体意気込みで取り組んでまいりたいと思っております。で、ちょうど12月17日に三田市様と、三田里山スマートシティに向けてということでスマートモビリティサービスの連携協定を、この運輸部門を先行して、締結していただきました。まあ、それの、まあ、機関車の役目を果たすべく、頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では、最後、竹寺さん、決意表明も含めて、お願いします。はい、ありがとうございます。本当に皆様とご議論、いろんなご意見聞かせていただいて、とても楽しかったんです。で、私たち三田市、まあ、行政としてはですね、交通、そしてその先の街づくりっていうところを見据えて、まあ、いろんなことを展開していかないといけないというふうに思っております。ただまあその中では本日の先生の基調講演にもございましたように、まずは足元を強くするという、本当に基本的な足元固めというかですね、まあ、この取り組みをなくしてはスマート化も次世代の技術活用というのもまあ成し得ないんじゃないかというふうに考えています。で、まあ、公共交通特にまあ乗り合いというものはですね、まあ、これまではその時間に自分の生活を自分の行動を合わせていかないといけない。たくさん調べてですね、それを利用していかないといけないっていうようなことが、まあ前提になってきてるわけなんですけれども、まあそういったことが、新しい技術がそれをサポートしてくれてですね、全くそんなに何も考えずに気軽に、いろんな乗り物を、利用できて、好きなところに行ける。まあそんな未来が実現すればですね、そこに注力していたエネルギーを、子育て世代も、まあ、高齢者も学生の皆様も、まあ、まずは移動ありきといった、まあ、優先順位から別のことにですね、まあ、そのエネルギーを使うことができて、まあ、心にも、まあ、ゆとりや楽しみが生まれるんじゃないか、強いてはそれが、まあ、素敵な街につながるんじゃないかというふうに考えています。先生もおっしゃってくださったマースですね、街がアトラクティブに、安心して生活できるサンダっていう、まあ、このマースがですね、私はモビリティアズアサービスのマースよりも非常にしっくりきておりまして、まさにこれは三田里山スマートシティが目指す、街の姿ではないかなというふうに思っています。まあ、これからモビリティ部門で、いろんな事業者様のご協力を得ながらですね、三田ならではのマースというものを目指していきたいというふうに思っておりますので、どうぞこれからもご協力、ご指導よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。いろいろな観点で皆様からご発言いただけたかというふうに思っています。私も冒頭申し上げましたけれども、やっぱり目指すべき姿っていうのはやっぱり選ばれる街であったり、で、そこに住んでる方が、うちの三田って町はこんなにいいところなんだよっていうふうに、誇りに思っていただけたり、あるいはその中で低炭素だったり、それから社会包摂が整っていたり、多分そういう姿なんだろうというふうに思います。で、そこに向かっていくための一つの打ち手というふうに期待されるのが、おそらく次世代モビリティサービスであろうというふうに思うわけです。ただその時に諏訪さんもおっしゃっていましたけれども、こんなにいいサービスがある、こんなにいい道具がある、
なぜ皆さん使ってくれないんだろうっていう目線だと、実は今まで公共交通が抱えてきた課題っていうところと同じ構造に陥るかもしれないんですよね。そこら辺が社会的経済的な需要性のハードルというところにもなってくると思います。まずどういうところに馴染みが出てくるのかっていうところを実証として試してみつつも、意外と実はシステムはこのままでいいんだけれども、アナログな部分でこういった運用を実はしていく、こういった見せ方をすると、実はすごく使ってもらえるっていうようなことが、私自身もいろいろと経験してきました。やっぱりこのモビリティサービス、公共交通は経験財という話もしました。使ってみて初めて価値がわかる。そういうやはり積み重ねをぜひこれからもしていただいて、今度は現地に。やっぱり乗りたいな。はい。ということで、本当にリアルにまた皆さんとお会いできる日を楽しみに。で、皆さんもぜひ、トライしていただいて、私も、また持ち場で頑張りたいというふうに思っています。時々、実は神戸の仕事もやっておりますので、また寄らせていただきたいというふうに思っているところです。本当に今日はどうもありがとうございました。では、進行、司会にお返しいたします。はい、ありがとうございました。まだまだ、ご視聴の方々もですね、お話をお聞きしたいところかと存じますけども、まあ、残念ながら時間の関係もございますので、以上でパネルディスカッションの方は終了とさせていただきます。コーディネーターの吉田先生、またパネラーの皆様方、誠にありがとうございました。以上をもちまして、本日予定しておりましたすべてのプログラムが終了いたしました。閉会にあたりまして、新規バス株式会社次世代モビリティ推進室部長、諏訪憲一様よりご挨拶いただきます。よろしくお願いいたします。本当に長い間ありがとうございました。あっという間の2時間であったかと思います。それぞれの基調講演をしてくださいました吉田先生、本当にありがとうございます。パネルディスカッションに参加の国土交通省様、経済産業省様はじめ、楠田様、どうもありがとうございました。今後は、我々実務者がですね、いかに、今日のシンポジウムを糧に、経験財を大切にしながら、この三田の地域に馴染む、交通を作っていくかということが、宿題かと思っております。また皆様方に、こういうことで、まあ、三田に来てくださいということを、自慢できるような、街づくりに、貢献していきたいと思っておりますので、今後とも、ご支援、ご指導とも、よろしくお願いいたします。以上簡単ではございますが、主催者を代表して、閉会のご挨拶とさせていただきます。ご参加ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、次世代モビリティシンポジウム自動運転から見る暮らしと移動の未来を終了いたします。今後とも三田市の交通まちづくり行政の推進に皆様方のご理解とご支援の方どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。